ちょっとこちらご覧ください。生命保険会社のアンケート調査の結果なんですが、夫婦の出会いのきっかけは何ですかという質問、この答え最も多かったのはこちら、職場の同僚、先輩、後輩ということで3割近くに上ったんですね。なんとなくわかります。で、ちなみに今年結婚した夫婦に限った数字、限定すると割合が 22.6% にこう急上昇するものがあるんですが、奥脇さん何だと思いますか？この中でネットとか SNS って書いてありましたけど、そう、まあ、確かに増えそう、はい、答え見てみますと、はい、こちらです。マッチングアプリ。おー、マッチングアプリ。そうなんですよ。理由は、まあ、スマホの普及やコロナ禍の影響が大きいということです。